アジ散歩。右に動いた一歩があまりにもでかすぎて、そうね、左に左に お前コントやってんじゃん。そうなんですよ、 ですよ。すごいね。そういうことが起こるんですよね。起こるね。今まで東が出てなかった時に、まあ、石川君もそうやし、市森もそうやし、加藤君もそうやし、まあ、いろんなキーパー出て、まあ、存在感出たけど、まあ東のパフォーマンスってやっぱりチーム的には締まるんじゃない？多分。いや、分からないですけれど、でもまあ僕もこうみんながいいパフォーマンスしてたからやっぱ負けられへんし、まあそこの競争は絶対あるんで、まあそれで頑張ってます。いい刺激よね。でもね、お互いが4人いる中でね、どうパフォーマンス出してアピールするかっていうのもそうやし、はい、それぞれに良さあるからね、キーパーのね、はい。まあ、でも久しぶりにピッチに立ってこう嬉しかったよね。でも絶対ね、いや、もう嬉しさしかなかったですね。だからこう、まあ、サッカーがどうとか、こう勝ち負けとかよりもやっぱもうこのピッチで、でサポーターの前でこうサッカーができる、キーパーができるっていう、もう喜びの方があったから、まあ緊張もしましたけど、やっぱこうアップで入ってきた瞬間になんか吹き飛びました、ね。膝の不安も、ああ、もうまた壊れてもいいやみたいな、だから吹っ切れたっていうか。でもその気持ちがね、忘れがちやから、ずっと出てたらね。そうですね、忘れますね、うん。たまにはね、もう怪我した方がいいんや、多分。おすすめはしないですけど長期はあるけどね。辛いですけどね。辛いよね。でもやっとなんか昔はほとんどなんか試合しかしなかったもんな、はあ、練習しなかったしね。それぐらいでええんじゃん。いや、練習はしたいです。練習しないと上手くならない。キーパーってほんま特殊なポジションやから難しいもんね。一つしかないですし ねやけどこう隅の方でもみんな一緒にやってますしね。確かにフィールドとはまた全然違う、そうです ね空気感があるわ、多分。確かに基礎練とかあるじゃないですか、フィールドの、あるあれ2人とかを、うん、なんか同じサイドバックでやったりします？ライバル、あ、でもあるかな。あるんですね。なんかずっとそんな感じですもんね、キーパーは。でもなんか大体ああいう2人組になった時って大体決まってるでしょ、みんな決まってる、仲いい。あれ何なんね、何なんですかね。あれもキーパーからしたらいろいろこう変えていったら面白いのになと思う。大体一緒や、なんかやっぱ若い子は若い子でっていう、そうそうそう。もっと吸収しようと思ったらやっぱりベテランの東とかと組んで やるとか、そうそうそう、そういうの俺も常に外国籍の選手とやってた。もうなんか最後に余った人でこう組むみたいな、あ、余ってる人みたいな。だから絶対組みに行かないね、自分から。さすがコミュニケーション能力高いですね。逆に嫌われてたんかな。余ってた。ああ、ですから本当にこのチーム、そしてこのスタジアム一体となったこの雰囲気っていう変革の1年目だと思うんですよね。ガンバにとっては新しいこうエンブレムになってっていう、ここから新たな歴史築いていきますけど、ガンバにどうでしょう、まあ、成績も含め丹羽さんが期待したいこと。エンブレム変わったじゃないですか、はい、で僕もなんかすごいいろんな方からやっぱ言われるんですよね、ガンバ変わったねとか、エンブレムとか、まあ、こっちもこう見たりとかしてみんないいのものが。なんかこのエンブレムもその今別にいいとか悪いとかの判断じゃなくて、これから良くしていくためには自分らで多分良くしていくだけだと思うんですよ。それはクラブとしてどん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 輝くことによってこのエンブレムが勝手に輝いてくると思うので、だから今はゼロでいいと思うんですよ。ゼロのエンブレムからスタートで、最初からかっこいいかっこ悪いじゃなくて、最初からもうみんなで作り上げていけばいいかなと思ってるんで、それもだから新たな試みで、僕はなんかいいなと思います。でもちろん過去のエンブレムも大好きですし、大好きだけど、でもまあこうやってね、新たなこう一歩を踏み出したわけだから、それに対してこうみんながこうグッてこう一つになる、でみんなでこうこのエンブレムを作っていくみたいな、
作業すれば面白いんじゃないかなと思います。じゃあ改めてになりますけど、サポーターの皆さんにちょっとメッセージいただけますか。はいはい、まあ、僕はもうサッカー界を盛り上げるためにこれからも自分の力を精一杯使っていきますので、まあ、そこで皆さんもサッカーという共通のワードがありますので、そこで共にこう日本にね、サッカーが根付くように、サッカー文化が根付くように僕は尽力していきますので、共に皆さんで僕一人じゃ何もできないので、みんなでこう日本にサッカー文化を根付かしていけるように頑張っていきましょう。アジ散歩。じゃあこの企画ちょっと行かさせていただきます。このコーナー分かってますよね。はい、はい、東口、大阪人だけど面白くないトークで広げよう。ボン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 。ハードル下がっていいです。まあ、怪我が多かったので長かったので、まあ、これにしよう。これ感謝の気持ちも込めて、はい、チームメートに感謝したいこと。リハビリ中に、まあこうしん、まあ、気持ち的にはすごいしんどい中で、まあ、チームと違う行動を、まあ、ジムでしてるわけで、みんなが練習してる時にもうジムでこうリハビリをするっていうところでも、ところでこう、まあ、ちょっとチームと一緒に入れてないなっていうやっぱ疎外感もあるんですよ、あリハビリって、うんうん、でもそういう中でもやっぱ練習前とか終わった後とか声かけに来てくれる選手ってやっぱいて、まあそう、まあ、ゆうやとかもそうやし、まあ、浩平とかもそうやし、うん、だそういう選手はすごいこうありがたかったですね。まあでもゆうやと浩平とかは何も考えてないと思う。いやだから考えずにできるからいいんですよ。天然やから、天然でもそういうことができるから、ああいい子たちやなっていう思いますね。コミュニケーションって大事やね。めちゃくちゃ大事ですね、こういう時代。今取れてるチームとして、今取れてるんじゃないですかね。取れてる？知らんけど。知らんのかい。知らんのかい。まあコミュニケーションでね、やっぱり回復してくるっていう、そういうのも大事ですね。チームメイト。はい。じゃあ続きましてですね。これも怪我中ですね。はい。はい。怪我中に奥さんと結婚していてよかったなと改めて思った。これはいっぱいあるでしょう。もう一番過ごしてるのがいっぱいありますね。いっぱいあります、ね、いいことですね。だいたい何やろうなっていう人多いんですけど、ね、まあでも、まあ、それこそ新潟時代にまだこう試合出始めてこう、まあ、結婚してほんで大怪我したんですよ。前十字、はいはい、膝のね、はい、だからあそこが正直、まあ、どん底 で復帰してまた半年後に前十字やって、あもうこれ現役終わったわっていう時にずっと隣いてくれたし、だからなんかもう今回の怪我でもまあその同時にですね、で、まあ、家でもそこをドンとしてくれたんで、なんかこうリハビリに専念できたっていうか。あんまり怪我とかそういうサッカーのことはあんまり話しないです、家庭では。いや、めっちゃします。するんかい。するんかい。します。してなんか安心っていうか、そういういろんな話、サッカーとか今日あったら話して、うん、で思った回答が返ってこへんかったら機嫌悪くなる。いやあかんよ、逆に。逆に怒られます。逆にそこはうなずいてほしいんやね。そう同調してほしいんやね。そう、あなるほど、それ良かったこと。いやそれが、まあそれもまあまあ気づかせます、気づかしてくれますけどね。あだからそう、それが一番大きいですね。でもさ、やっぱ毎日さ、なんかこの家のこともやってくれてさ、料理も出してくれて、
ね、体のことを考えてっていうのもありがたいね。そうですね。ね、それだけでまあ十分やしね、はい、まあ、話でどうしようしてくれへんかったらもうそれしゃあないよ、ね、リハビリ生活中に起きた面白いエピソード。多分俺とたかしとで、ちょうどシューが入ってきて、ああ、シューが田中さん俺今日無理っすわ言い出して、あ、今日プラタデーやって便乗して使いますけど、便乗して